町の風景、ノイブランデンブルクは、ドイツ連邦共和国の、メクレンブルクイコールフォアポンメルン州、メクレンブルギシェゼーンプラッテ軍に属する、群庁所在地。州内では、ロストック、シュベリーンに続く、第3の人口規模である。市の南西に位置する、トレンゼ港を抱える。町は、ブリックゴシックの中世遺産が多いことで有名。 7つの国にまたがっているヨーロピアンルートオブブリックゴシックにも属している。この地域の最初の居住者は1240年前後のプレモントレ修道会の修道士であった。当時のアスカーニエン家のブランデンブルク編脅迫は自らの領土の北側一部に町を建設することを決定し1248年に町が設立した。1292年に町とその周辺は メクレンブルクの一部となった。30年戦争までの間、町は商業の中心地として繁栄した。スウェーデン王グスタフ2世、アドルフの新軍の間、町にはスウェーデン軍が駐屯したが、1631年に新生ローマ皇帝及びカトリック連盟の軍により奪還された。東ドイツ時代はノイブランデンブルク県の県庁所在地となった。ありがとうございます。